加減が。ああ、旅の疲れのようだ。心配はない。ついて休めばすぐ良くなる。そうですか。それならいいんですけど。今度口走ったら本当に殺すぞ、この粗骨者。ところで、少し村から離れてあるが、幸香殿はあの山で何を？私ですか？蝶を取っていました。蝶？はい、ほら。私のセリフだ。いきなりそんな気色の悪いもの、何のつもりだ。普通の蝶ですよ。違う、そういう意味じゃない。収納力がないのか、貴様は。失礼した。その蝶は何に使われる？あ、これですか？羽についた粉を取って薬を作ります。あと羽と胴体はすりつぶして。いや、いい。そうですか？結構美味しいんですよ。来たようですね。ご一緒にどうですか？はい。
時に幸香殿。はい。あの者たちが持っている箱、まさかこれと同じか？いいえ、違いますよ。そうか。ならば。それぞれ種類ごとに分けています。あと幼虫とかサナギも。悪いが先に行く。離れて歩いてくれ。なんだ？食うか！貴様、私を侮辱する気か！そうだ。当然だ。しかし要塞には向かぬ。見通しが良すぎる。失礼。御身のお国を申し上げられたし。邪馬台よりの使者、月灘の御事、女王卑弥呼の命により女王イザナミの御事様に謁見に上がった。お目通りを願いたい。月灘？はて、あ、足彦宿儺様、お通ししてください。サチカ様、それは大丈夫です。イザナミ様にお取り次ぎを。
少し待ってもらえますか。神殿から案内を呼んでいますので。はい、サチカ殿、今何を。あ、実はですね、今日はスサノオ様が西の方の村にお出かけされてるんです。ですから本来ならスサノオ様が明日戻ってきてからでないとイザナミ様に謁見はできないんですが。そうなのか。はい、でも邪馬台の人でしたら多分大丈夫ですよ。それを確認してもらっているだけです。お心遣い感謝する。なんだ。ああ。話してなかったな。泉の将軍だ。常人を外れた強さで諸国にも恐れられている。3対7の力関係だな。残念ながら私が3だ。ああ、もしいたとしても結婚するつもりだったが、いない今はむしろ好都合だ。どうしました？え？何の話ですか？申し訳ない。この者はこういった謁見が初めてなので説明をしていた。ああ、そうですか。でも気楽にしてください。イザナミ様はあまり儀礼にはうるさく言わない人ですから。そう言ってもらえるとありがたい。ですね。それでは私はここで。あ、虫箱持ってくれてありがとうございました。とんでもないです。後でこれを使った料理を存分に。それではまた。月灘の御事様。あ、何か。卑弥呼様はお元気でしたか？はい、
双剣であられる。そうですか、よかった。邪馬台の使者様、お待たせいたしました。女王がお会いになるとのことです。つくも、いや、あの小娘、何か感じなかったか？いや、多分気のせいだ。使者様、お顔を上げてくださいますか？は、遠路はるばる大儀でありました、邪馬台の使者様。は、女王陛下にあられましてはご機嫌麗しく。礼儀は無用です。泉と邪馬台は同胞の間柄、卑弥呼様の命題は
卑弥呼様の声ですから、使者様がへりくだることはありません。ところで、この度のご来訪、いかな理由でございますか？は、まずは泉の米のもらい受けと、我が邪馬台とその他にも近隣の国を書き記した地図です。どうかご差しください。地図ですか？それは、は、来たるべき熊里の決戦の際にはぜひ御方様に助力をいただきたく存じます。そのためにも前もって我々の地理をご理解いただくのが一番の良策かと。確かにその通りではありますが、地図は国の宝です。そのようなものを受け取ってしまうと、後々の世にはあなた様方にご迷惑がかかってしまうのでは？すでに熊祖は隼人と手を結び、邪馬台を落とそうと企んでいます。今はそれを退けるのが最も重要なことです。ここは国の存亡よりも騒乱に巻き込まれる邪馬台の民の安全を保つことを第一に考えた次第でございます。民の安全、そうですか。わかりました。お受けした以上、泉は邪馬台様の戦力にご助力いたしましょう。それが両国の民の暮らしを安んじるというのであれば。ありがとうございます。ではまずは地図の中身を。はい、では。これで最後です。
お前の名。